ここまでとはだいぶね、うん、手が込んだというか、まだまだツヤもあってね、めちゃめちゃ綺麗ですね。まず一番目指すここ見ますか、うん、こちらですね、イニシャル D に出てたから、ね、こういうところ、うん、でシートカバーも前だけではなくて後ろも全部統一されてます、はい。皆さんこんにちは、GR8 オブデンの倉敷佐藤です。こんにちは、今回はですね、はい、GR8 オブデンの、在庫車両をご紹介させていただきたいと思います。在庫車両ですね、はい、はい、こちら、うん、がそうなんですけども、まあ、この辺はねだって、まあ、ちょっとカスタムしてあるんですけども、うん、普通のノーマルのハイエース、はい、ノーマルにちょっとねカスタムが入ってるっていう感じになるんですけども、うん、だんだんこれをですね引いていっていただくと引いていきますね、はいはい、はい、ご覧いただけるかと思います。かなりノーマルとはだいぶね、うん、手が込んだというかかけ離れてますね、はい、だいぶいろいろとですねいじってあるというかですね、うん、ハイエースらしさが出てる車なんじゃないかなと思います、はい、でこれはハイエースワゴンなんですね。あ、ハイエースワゴン、ね、ワゴンです、はいはい、普通のハイエースワゴンですね、ご存知の方から見たらですね、うん、もうだいぶ違うなっていうのをですね、原型はどこにあるのっていうぐらいの、そうですね、はい、もはや別車両って感じですね、はい、それぐらいカスタムしてあるけど、うん、これをねそのままノーマルからここまでやろうとすると、もうとんでもないお金がかかってしまうので、はいはいはい、うん、もう本当に中古車ならではじゃないかと思います、うん、で今日はこの車をですねご紹介させていただきたいと思いますので、うん、最後までぜひともご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではまず概要からご紹介させていただきたいと思います、はい、まずは、お車からなんですけども、ベース車両はハイエースワゴン、はいはい、10人乗りの、GL というグレードになりますね、うん、はい、でもちろんワンオーナーのお車になります。前のオーナーさんが1からここまでやったんですね。そうですね、はい、大変苦労されたと思います、はいはい、で年式は令和4年式、いわゆる6型になりますかね。ガソリン車の、肉になりまして、うん、2700cc のエンジンを積んであります、はい、ベースの色はホワイトパールクリスタルシャイン、うん、走行距離は 8000km 全然走ってないですね、はいはい、で、走行距離もそうなんですけども、年式も新しい車になってますので、ぜひともねご覧いただければと思います、はい、GR8 の評価点なんですけども、うん、内外装ともに4点の評価のお車となっております、うん、はい、ワンオーナーの車両ということで、走行距離も 8000km という形なんですけども、とにかく綺麗なんですよね、うん、でまだまだこれからねたくさん楽しんでもらえる、そういった車じゃないかなと思います。なるほど、はい、それでは装備内容ですね、うん、外装からご紹介させていただきたいと思います、はい、お願いします、よろしくお願いします。まずボンネットですね、はいはい、これはですねガレージベリーさんというところの、はい、カーボンボンネットになりますね、うん、まだまだツヤもあってね、めちゃめちゃ綺麗ですね、うん、仕上がりもかなりいいですね、うんうん、で次はヘッドライトですね、はい、これはコプラスですかね、はい、のヘッドライト、まあ、実はもうこれ廃盤なんですよね、うん、あ、そうなんですね、うん、もう廃盤なんで、うん、私どもかなり昔は使ってたんですけども、はい、もう今ないんで、うん、お客様からこれないのってよく言われるんですよ、はいはいはい、うん、で久々に見たなっていう感じですね。そうですね、はい、で、次は、バンパーですね。バンパースポイラー。ここが一番の違いって言ってもいいんじゃないですか。そうですね。これはギブソンさんの、うん、バンパースポイラーになるんですけども、はい、もう迫力がすごいですね。そうですね、うん。もう本当になんかそのギブソンさんらしさというか。らしさですね。はい。そういうのが全面に出たバンパーですね。うん、はい、プラス、あと、ここもね、アンダースポイラーもついてますね。はい。これもカーボンが。本当ですね、でここのカーボンと、まあ、ボンネットのカーボンを合わせてるって感じですね。すごくおしゃれな感じですかね、うんうんうん、レーシーな感じがしていいですね。そうですね、はい、でここにちょっと黒いのがポツッと見えるんですけど、はい、パノラミックビューモニターがこの車ついてるんですよ、うんうん、なんでちゃんとね加工をしてパノラミックビューモニターも使えるようにしてあります。なるほど、はい、でもクリアランスソナーとかはないです。ないですね、はい。残念ながらないです、はい、これはね。はい。まあ、フロントはこのね、ボンネット、バンパー、まあ、ヘッドライト、この3点セットで、
もうガラッと変わるんですよね。うんうんうん、そうですね。はい。なんでこのままイベントに出てもいいんじゃないかなっていうぐらいのものになりますね。やっぱりあのハイエースって台数が多いじゃないですか、街で。はい。だからその人と被りたくないとか。そうですね。っていう人にすごいいいカスタムですよね。はい。まあ大部店もね、かなりの台数を保有してるんですけども、うん、ここまでのものはないです。そうですね。はい。では次、はい、サイドなんですけども、まあ一番やっぱり目を引くのはホイールですかね。はい。はい。レイズのボルクレーシング、うん、TE37、はい、17インチですね。そうですね、17インチになりますね。はい。とあとこれ、うん、コブラさん、現地のコブラさんのブレーキシステムっていうのが入ってるんですね、これ。はいはい。うん、あのキャリパーだけではなくて、うん、これローターも実は穴が開いてるの分かります？本当ですね、うん、ノーマルは穴開いてないんですよね、うん、でこれブレーキシステムといってブレーキ性能を格段にね上げてくれるというシステムが入っています。そして、タイヤはですね、はい、横浜さんの、パラダですね。このムチッとした感じがいいですね、うん、非常にこれ人気のあるタイヤでして、あのホワイトレターでも代表するねタイヤではありますね。はい、続いてはですねこちらですね、はい、これは41番コブラさんの、うん、サイドスポイラーですね、はいはい、この辺りがねこういう線形でかなりかっこいいですよね。うん、結構下がり幅もありますね。そうですね、あのおそらくこれそのままつけてないとですね、この辺りがまあ下加減というかなるんですけども、はい、下にこれだけ下がってますね、うん、なるほど、うん、ちなみにこれローダウン量はどのくらいですか？下あります。確かこれ2インチぐらいのダウン量なんですね、うん、そうですね、うん、2インチダウンで、ボディを下につけてる、うん、エアローをつけて下げてるように見せてます、ね、なるほど、うん、お次はですね、はい、後ろもかなり手が込んでます。はい。まず一番見ますか、ここ見ますか。うん。こちらですね。あの、クールレーシングさん。はいはいはい。の、まあ、リアウィングって言った方がいいかな、これは。そうです。すごいですね。うん。取り付けもちゃんとしちゃってあるんで、うん。あんまりこう、ビビることもなく。なるほど。しっかりつけてますね。なんか、ハイエース、イニシャル D に出てたからね。結構このクールさん、こうやってね、派手めなものをね、作られてるとか多いんですけども、うん、これをつけることによって、だいぶレーシーというかスポーティーになりますよね。うん、そうですね、うん。続いてはですね、はい、バレンティさんのですね、うん、ウルトラゼータ。ウルトラゼータ。ですかね。はい。まあ、これだけね、だいぶ LED が入ってね、かっこいい感じになってますよね。うん、やっぱこういうカスタムされた車って、バレンティさんの電装品が合いますもんね。合います。本当に合いますね。逆にここをやってないとなんか貧弱な感じになっちゃうんですよね。そうね。次はギアバンパー一体一式ですね、うん、これもすごいですね。SAD っていうね、うん、メーカーさんなのかわかんないですけど、ものになりまして、これバンパーのこれ丸々変わってる感じなのかな。そうですね、うん、でこのマフラー、うん、でマフラーはこれダミーです。そうなんですね。なんで一応6本出しなってますけども、うん、ここから排気はしません、はいはい、中にマフラーが入ってますと。なるほど、はい、もうここだけ見るとガンダムですね。ガンダム、ね、ガンダムですね。ちなみになんですけど、はい、フロントバンパーバックドアにかぶってるじゃないですか、うん、開くんですか？開きます。こういう感じで。なるほど、はい、すごいですね。もうね、チリもすごくいいですし、うんうん、いい感じでねつけてありますね、はい。なんでここをグッと持ってやると折れちゃうんで、ああなるほど、あの取り扱い注意でお願いします、うん、外装はそんなもんですかね。そうですね、はい。続きましてですね、はい、内装のご紹介になります、うん、シートカバーですね、うん、これ普通のシートカバーとちょっと違います、はい、ハーツさんのですね、うん、バケットタイプのシートカバーになりまして、こう横をね両サイドがこう盛り上がってる感じになりますよね。これは割とね、あの乗り心地というかホールド感があっていいんですよね。なるほど。とあとは、まあ、ここに合わせたようにこちらセンターコンソールも入りますね、はい、ちゃんとこれだけ開きますよ、うん、大容量ですね。 だいぶ大きいですね、はい、あとはこういうところ、うん、ハイエースワゴンっていうのはダークプライムの設定がないんで、はいはい、この辺りがシルバーになるんですね、本当は。そうですね、うん、なんですけども、これカーボン調なのかな、うん、カーボン調の、インパネに変わってますね。
外装でも結構カーボン上が使われてたじゃないですか。そうですね。はい。なのでその統一感っていう部分がいい、ね、そうですね。だいぶいい感じですね。うん、統一されてるんですけども、あとはまあアシストグリップですね。はい。ちなみにハンドルも、あ、これもカーボンになってます。カーボンです。すごいですね。うん、とあとここもね、ちゃんとカーボンになってますよ。はいはい。ここもなってますね。ここもです。もう抜かりはありません。はい。しっかりちゃんとついてるんで、うん、ちゃんとしたところで付けられたんじゃないかなと思いますね。そうですね。うん、あとは、チラチラ見えてるかな？うん。上。はい。はい。天井です。これ、こういったところも全部。本当ですね。うん、横のね、こういうピラーのところも全部、加工車にしてあるんですね。うん、はいはい。うん、で、真ん中に白いラインが後ろまで入ってる。すごいっすね、本当に。めちゃめちゃお金かかってますよ、これ。で、基本的なところを言いますと、キッテックスですね、アルパインさん。はい。のフルスペックタイプがついてますね。うん。と、ドライブレコーダーと、はい。パノラミックビューモニターですね。うん。と、デジタルインナーミラー。はい。もついてますね。純正の使用装備は全部ついてる、ね。そうですね。はい。エンジンフードカバーもついてますね。ちゃんと。はい。統一感を損なわないようにつけられてますね。うん。で、後ろに行きますと。はい。で、もちろんパワースライドドアもついてますね。はい。と、あとは、このデッキボードですね。うん。と下はこれはマットですね。はい、はい、おそらく UI さんじゃないかなと思いますね。うん、でシートカバーも前だけではなくて後ろも全部統一されてます。はい、もう本当にフロントのシートカバーと同じような、うん、はい、そうですね、仕様でね。はい、あとこちら忘れてはいけない、アルパインさんの フリップダウンモニターですね。はい、これ一番大きな 12.8 インチのものが付けられてますね。はい、あとは、まあ、ハイエース全般的にそうなんですけども、うん、ここにフリップダウンモニターがあったとしても、うん、スピーカーがどうしても後ろしかないんですよね。まあそうですね。うん、なんで、この辺りの人があんまり聞こえないっていうことがあり得るんで、ルースピーカーもついてますね。プロセスされていると。はい。はい。左右ですね。そうですね。うん。抜かりがないですね。こんなもんかな、後ろは。はい。はい。なんで、もう本当に内装に関しても、うん、もう統一してその外装の雰囲気を崩さないような感じになってますね。そうですね。これだけカスタムがされてて、結構よくあるのが、まあ、外装重視で、うん、中は全然だよとか、うん、中と外のバランスが取れてないよっていうのは結構あるんですけど、はい、この車に限ってはそれはないですね。そうですね。もう全体としてトータルでカスタムされてますね。うん、なるほど、うん。しかも統一感があると。はい。うん、という感じ。ということでですね、今回は GR 東武店の在庫車両のご紹介をさせていただきました。はい、どうだったでしょうか。そうですね、本当に稀にこういうコテコテのカスタムされたハイエースって入庫してくるじゃないですか。でもやっぱその中でもひときわいかついというか、うん、存在感あるカスタムが各所されていて、かつすごい綺麗じゃないですか。そうなんですよね、そこ重要なんですね。そう、なんで本当にこういう形のハイエース、うん、ワゴンで外装すごいカスタムされていて、内装も統一感があって、うん、っていう車をお探しの方にはすごいぴったりな車両ですね。本当にそういう方はおすすめですね。はい、先ほどもちょっとお話したかもしれませんけども、うん、やっぱりこれだけカスタムをされるといろんな機能をできないようにして、うん、という車が多いんですけども、はい、この車に限ってはちゃんと純正のものもちゃんと活かしつつ、うん、ハイエースワゴンの特徴も活かしつつ、うん、カスタムされてる車、そうですね、なのでカスタムにね、まあ、あまり興味ないなっていう方でもすごい参考にもなる車だと思いますし、もちろんこの車にね乗りたいなっていう方ももちろんいらっしゃると思います。はい、ぜひともね、お店にまだございますのでご覧いただければと思います。お願いします。はい、今回ご紹介させていただきました、車両の詳細に関しては、はい、動画説明欄ですね、 URL からご覧ください。はい、またご紹介させていただいた車両以外にも様々なカスタムをした車が、大手にはございますので、気になる車両がございましたらお気軽にお問い合わせください。お願いします。本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価よ
よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございます。ありがとうございました。